先手を打たせてもらったわ。うかつね。これはどうかしら。焦らずに行こう。切る。次は誰ですね。撃ちます。よーし、私の番。そこね。余裕私の番だ。切る。なんなら次は釣りです。この調子でどんどん強くなるわよ。マシする。もう貴様らでいい。相手を知る。無理っすよ。相手になるわけねえですって。下っ端が相手をすればいいっちゅ。肉体労働は得意だっちゅ。てめえ、またこっちに押し付ける気かよ。大体こんなの肉体労働に入るか。もう限界だ。貴様らまとめてぶっ飛ばす。ちょ、待って。相手をするからぶっ飛ばすに変わってるんですけど。だから嫌だったっきゅ。ジャッジ・ザ・ハード様のご機嫌取りなんて、もっと楽な仕事がしたいっきゅ。あれは、あの時の…で、なんか仲間割れしてます。下っ端さんとネズミさんがやられてるですね。てめえらよく来てくれた。さあ、早く相手を変わってくれ。ああ、コンパちゃんちゅ。やっぱりコンパちゃんは天使だったちゅ。早く助けてほしいちゅ。ものすごく歓迎されてるにゅ。嬉しくない歓迎ね。あいつらを助けてやる義理はないんだけど。でも、どっちにしろあいつは倒さないといけないんだよね。勝てる、かな。ちょっと、ここまで来て何弱気になってるのよ。そうじゃないんだけど、あの人にも一度負けてるし、だからその…はぁ、あのね、その時に私はいた？いなかったでしょ。そうよ、私たちが一緒で負けるはずないじゃない。ネプギアちゃんなら大丈夫。もし弱気になってるなら僕の歌で勇気づけるから。ネプギアは強いよ。私が言うんだから間違いないよ。ブロッコリー、人を見る目だけはあるにゅ。だからネプギアはもっと自信を持つにゅ。
みんな、ギアちゃん、みんなの信頼には応えないとダメですよ。まったく、いつまでも世話が焼けるんだから。ほら、いい加減シャキッとしなさい。はい。心は決まったようですね。ならば、今こそ私たちが力を貸すとき。頑張って、ゼッツさん。すごい、力が溢れてくるみたい。ありがとうございます。今の私なら、私たちなら絶対勝てる。ちょっと、いつまで喋ってるんですか。はい、ジャッジズハード様、新しい相手が来たっちゅ。女神候補戦っちゅよ。女神候補戦。おお、あの時取り逃した相手。あの時の屈辱忘れはせぬ。今度こそ八つ咲きにしてやる。ダステーションの女神が相手をしてあげるわ。かかってきなさい。相手してもらうぜ。アクセス。本気で相手をしてあげる。これで当たらないわよ。焦らずに行こう。このアイテムなら任せてください。プロセッサユニット装着。女神ネクギア、ここに参上です。やる。まだまだです。この間なら誰にしようかしら。美しく決めるわ。やがったな。トリコロールオーダーよ。さて、誰にしようか。くそ、止める。よっ、とどめだよ。私に任せて。このアイテムなら皆殺しだ。痛い。やりやがったな。手加減しない。誰にしようかしら。美しく決めるわ。これでとどめよ。さて、誰にしようか。よっ、やがったな。切る。一刀両断。準備バッチリよ。これでどう？皆殺しだ。さて、どうしようかな。行くわよ。これに耐えられるかしら。うら。まだまだです。瞬殺してあげる。
美しく決めるわ。華麗に決めるわ。私だってやるときはやるんだから。誰にしようか。効かねえ。はっ、止める。一刀両断。誰から相手してあげようかしら。もう交代なの？相手してもらうぜ。女神化するね。変身完了。このアイテムなら瞬殺してあげる。華麗に決めるわ。逃げられると思ってるの？この一撃で。もう迷いはありません。殺しだ。誰にしようか。このアイテムなら負けない。絶対アイテム使うよ。エヴァに来てみんなを守りたい。瞬殺してあげる。このアイテムなら。さて誰にしようか。全然はっ、全然はっ。とどめだよ。私だってやれる。負けない。やがったな。氷の話なら食らいやがれ。相手が誰でも負けるつもりはないわ。逃げられると思っているの？蜂の巣にしてあげるわ。火山たちから叩き潰してあげるわ。女神としてみんなを守りたいんです。手加減しません。この焦らずに行こう。止める。一刀両断。誰にしようかな。エース私だった。狙い通り。誰にしようかしら。美しく決めるわ。カタンたちから叩き潰してあげるわ。相手してもらうぜ。迷いはありません。焦らずに行こう。とどめは私がもらうよ。よし、はい、とどめ。相手が誰でも負けるつもりはないわ。逃げられると思っているの？この一撃で。やがったな。女神としてみんなを守りたい。イエーイ。誰にしようかな。
この効果なら奴だけにしてやる。さて誰にしようか。逃がさない。一刀両断。さあ私の相手は誰かしら。全然逃がさない。この一撃で負けない。絶対この効果なら相手してもらうぜ。次に死にたい奴は負けるわけには。生き返って。助かりました。ありがとうございます。焦らずに行こう。切る。全然よし。この女神本気で行きます。女神の力でプロセッサユニット装着完了。相手が誰でも負けるつもりはないわ。これね。相手してもらうぜ。食べられよ。やるしかないんですね。私の番だ。切る。止める。とどめだよ。瞬殺してあげる。遠慮なく使うわよ。皆殺しだ。いた。私の番。負けない。嫌がったな。え、効かねえ。こんなのはどうかな。さあ私の相手は誰かしら。全然この一撃で私の番だ。このアイテムなら女神としてみんなを守りたいんです。クソか。やっぱりまだまだだな。レベルアップ。やったし。やり。この力の私の道は。レベルアップ。レベルアップ。元気の。やった。レベルアップ。力が湧いてくるよ。バカな。負けただと認めぬ。こんなの認められるわけが。ぐあま、マジかよ。ジャッジ・ザ・ハート様がやられた。ありえないっちゅ。きっとこれは悪い冗談ちゅ。バカ野郎、現実逃避してんじゃねえ。とにかく報告だ。行くぞ。勝った。勝ちました。私勝てましたよ。当然よ。あんな奴に何度も負けてたまるもんですか。でもすごいです。あの時は逃げるしかなかったのに、今度は勝てたです。まあ喜ぶのは後にしましょう。ネプギア、シェアクリスタルを。はい。お姉ちゃん、こんな苦しそうに。お姉ちゃん、もう早く助けてあげてよ。うん、お姉ちゃん待っててね。今体が癒されていくようですわ。動けるか。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ラム、ラム、あなたたちが助けてくれたのね。うわー、お姉ちゃん。子供みたいに泣くんじゃないの。ごめんなさい、心配をかけて。あの遅かったわね。もっと早く来てくれるかと思っていたわ。ごめんなさい。私まだ全然お姉ちゃんみたいには。何を謝っているのよ。まあだいぶ成長はしたみたいね。ありがとう、助かったわ。
お姉ちゃん。ネプギア、会いたかった。お姉ちゃん、本物だよね。本当に私助けたんだよね。あなたが助けてくれた、ありがとう。頑張ったわね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ごめんね、一人ぼっちにさせて。これからはずっと一緒にいるから。姉妹の再会に水を差しちゃ悪いでしょ。我慢しましょう。はあ、皆さん羨ましいですわ。私だけ出迎えてくれる人がいないなんて。ベール様には僕が、チカさんも帰りを待ちわびてます。ネプコたちも復活したアニュ。あとはいよいよ。ええ、あとはマジェコンヌを撲滅するだけね。墓守がやられたようだな。あっくくくくく、やつは四天王の中でも最弱の男。女神候補生ごときにやられるとは、四天王の面汚しよ。よく言う。貴様らも負けたのだろう。負けたんじゃない。幼女を手にかけるのが忍びなかっただけだ。一度引いたことは認めよう。だが、あやつらとの決着がついたわけではない。まあいい、もはやこの流れは止まらない。あっくくくくく、犯罪神様の復活まであとわずか。我々も本格的に動き出す時が来たようだ。すべては犯罪神様のために。皆さん、本当によくやってくれました。今回の作戦成功でようやく先が見えてきました。お姉ちゃんは？もっといっぱいお話ししたいことあるのに。そうですわ、3年ぶりの再会だというのに、私とベールお姉様の仰せを邪魔するというの。落ち着いてください。今は休息が必要なんです。女神たちには一刻も早く力を取り戻していただかないといけませんから。二人とも少しブラン様を休ませてあげましょうね。教祖たる者が子供のようなわがままを言っていては示しがつかないよ。わかってるわよ、少しの間だけの辛抱だものね。イーズンさん、私たちはこれからどうしたら。女神たちが回復し次第、犯罪組織マジェコンヌの撲滅に向かってもらいます。それは同時に犯罪神復活の阻止にもつながりますから。そういえば、犯罪神が復活するのってまだまだ先のことなの？皆さんが各国のシェアを奪回してくれたおかげで進行を遅らせることはできたはずです。ただ、それでもかなり時間が経っているに、あまり余裕はないに。それじゃあ急がないと。今さら焦っても仕方ないわよ。どちらにしろ女神の力は絶対必要なんだし。そうです、元気になってくれるのを待つしかないですよ。皆さんも長旅で疲れが溜まっているかと思います。この機会にゆっくり休んで。うわ
しい。これは妖怪墓場の方から。一体何が起きて。収まったか。しかし気になるね。嫌な予感しかしないニュ。あの、私見てきましょうか。それは、しかし皆さんも少し休息を。いいわよ、どうせただ待ってるってのも落ち着かないし。私たちも行くわよね、ノムちゃん。うん、気になる。いいんじゃないかしら、本人たちがこう言ってるんだし。わかりました。ですが十分注意してください。どんな事態が起きているか全くわからない状態ですから。